こんにちは、皆さん。新しい歴史の探究へようこそ。今回の動画では、デリー・スルターン朝というインドの歴史において非常に重要な時代に焦点を当ててみたいと思います。まず、デリー・スルターン朝の概要について触れ、次にイスラム教徒による北インドの支配、そして文化と宗教の交流について詳しく見ていきましょう。1、デリー・スルターン朝の概要。デリー・スルターン朝は、北インドの歴史において中央アジアや西アジアからのイスラム教徒の侵入とその後の定住を背景に成立した王朝です。この王朝は約320年間にわたりインドの政治的文化的風景を形成しました。1206年、クトゥブッディーン・アイバクがデリー・スルターン朝の最初の王朝としてイスラムの朝であるスルターンを宣言し、これがデリー・スルターン朝の始まりとなりました。彼は以前はガズナ帝国の将軍であり、インドの北部を征服した後、自らの王朝を建てました。デリー・スルターン朝の時代は5つの主要な王朝に分けられます。ムンバルク朝、ハルジー朝、トゥグラク朝、サイード朝及びローディー朝。これらの王朝は、それぞれ異なる起源や特色を持ちながら、デリーを中心にインドの大部分を支配しました。この時代は、政治的な変動や王朝間の権力闘争が激しかった。しかし、それと同時にイスラム文化とインドの伝統的な文化との融合が進行し、新しい芸術、建築、文学が生まれました。特にデリー・スルターン朝の建築物やモスクはインド・イスラム建築の代表例として今日まで残っています。またこの時代は南インドや東インドへの拡大を試みるものの、地域的な王朝や抵抗に直面することも多かった。特に南インドのビジャヤナガル帝国との関係は時に友好的でありながらも時に敵対的であった。1526年、バーブルがパーニーパットの戦いでデリー・スルターン朝の最後のスルターン・イブラーヒーム・ローディを打ち負かし、ムガル帝国を建国。これによりデリー・スルターン朝の時代は終わりを迎えました。この王朝の時代はインドの歴史においてイスラム文化とヒンドゥー文化が交錯する興味深い時期であり、その影響は現代のインド社会にも色濃く残っています。2、イスラム教徒の北インド支配。イスラム教徒のインド進出は8世紀頃から始まりましたが、その本格的な影響はデリー・スルターン朝の成立とともに明確に現れるようになりました。彼らの進出は中央アジアやペルシャ、アフガニスタンといった地域からの征服者や商人、学者など様々な背景を持つ人々によって進められました。征服と統治。イスラム教徒の征服者たちが北インドに目を向けた背景にはいくつかの要因が絡み合っていました。まず中央アジアや西アジアのイスラム帝国はその拡大の過程で多様な文化や民族、そして経済的な利益を追求していました。インドは古来よりその豊かな土地や多様な資源、そして繁栄する交易路の要所として知られていました。このためインドは経済的、戦略的にも非常に魅力的な目標となったのです。イスラム教徒の征服者たちは高度な軍事技術や戦術を持っており、これを生かしてインドの各地を次々と制圧していきました。特に騎馬軍団の機動力や弓矢の使用技術は当時のインドの小王国にとって大きな脅威となりました。しかし単なる軍事的征服だけでなく、イスラム教徒たちは巧妙な統治戦略も展開しました。彼らは地元のエリートや宗教指導者との連携を図り、征服地の統治を円滑に進めるための方策を採用しました。またインドの豊かな文化や学問に対する敬意を持ち、これを保護奨励する政策も取られました。結果としてイスラム教徒の征服と統治は単なる支配者と非支配者の関係を超え、新しい文化や宗教の交流、そして経済的な繁栄をもたらす要因となりました。この時代のインドは異なる背景を持つ人々が共存し、相互に影響を与え合う多文化的な社会として発展していったのです。文化と宗教の交流。イスラム教徒によるインドの征服と統治はインドの歴史において新しい章を開始しました。この新しい章は異なる文化や宗教が交錯し合うことで多様な芸術や思想が生まれる土壌となりました。芸術と建築。イスラムの建築様式はインドの伝統的な建築と結びつき、特有のインド・イスラム建築様式を生み出しました。これはモスクや宮殿、墓などの建築物に見ることができます。特に細かい彫刻や幾何学的なデザイン、
アーチやドームの形状はこの新しい建築様式の特徴として知られています。文学、イスラム文化の影響を受けたインドの文学はペルシャ語やアラビア語の要素を取り入れ、新しい文学形式や詩のスタイルを生み出しました。ウルドゥー語の詩や散文はこの時代の代表的な文学として知られています。宗教的な交流、イスラム教とヒンドゥー教の接触は両者の間で深い宗教的な対話を生み出しました。スーフィズムはイスラム教の中での神秘的な伝統として、ヒンドゥー教のバクティ運動と多くの共通点を持っていました。これらの運動は愛や献身を中心とした宗教的な実践を通じて、異なる信仰背景を持つ人々を結びつける役割を果たしました。相互理解というは、イスラム教徒とヒンドゥー教徒の間には時に対立や摩擦が生じましたが、多くの場合共存と相互理解の精神が根付いていました。特に日常生活の中での隣人としての関係や商業的な取引、学問の場などで異なる背景を持つ人々が協力し合い、相互の文化や宗教を尊重する姿勢が見られました。このようにイスラム教徒の支配下でのインドは異なる文化や宗教が交錯し合うことで新しい芸術や思想の発展を遂げ、その多様性と寛容性が今日まで続いているのです。社会的変化、イスラム教徒によるインドの征服と統治はインドの社会的構造にも大きな影響を与えました。以下はその主な変化と影響についての詳細な解説です。宗教的寛容性、イスラム教徒の支配者たちは多くの場合ヒンドゥー教徒や他の宗教の信者に対して寛容な態度を取りました。これにより異なる宗教や文化が共存し、相互に影響を与え合う環境が生まれました。しかし一部の支配者はイスラム教の教義を強制する政策を採用することもありました。商業活動の促進、イスラム教徒の支配者たちは商業活動を奨励し、インドと中東や中央アジアとの交易を促進しました。これにより都市部の経済が活性化し、多くの商人や職人が繁栄しました。法律と行政制度、イスラム教徒の支配者たちはシャリーア・イスラム法を基盤とする法律制度を導入しました。これによりインドの伝統的な法律や慣習とイスラム法が組み合わさった複雑な法律体系が形成されました。また行政制度や税制もイスラム教徒の支配層の影響を受けて変化しました。社会構造の変化、イスラム教徒の支配層の導入によりインドの伝統的なバルナ制度やカースト制度にも変化が生じました。イスラム社会にはカースト制度が存在しないため、一部の低い地位のヒンドゥー教徒は社会的地位を向上させるためにイスラム教に改宗することもありました。教育と知識の普及、イスラム教徒の支配者たちは教育や学問を奨励しました。特にペルシャ語やアラビア語の文学や哲学が繁栄し、多くの学校や図書館が設立されました。これらの社会的変化はインドの歴史や文化に深く影響を与え、その多様性や複雑さを形成する要因となりました。都市の発展、イスラム教徒の支配下でのインドは都市の発展と繁栄の時代を迎えました。以下はその主な要因と影響についての詳細な解説です。交易の中心地としての都市、イスラム教徒の征服者たちは中央アジアやペルシャ、さらにはアラビア半島との交易路を持っていました。これによりインドの都市はシルクロードや海上交易路の重要な中継地点として機能し、商人や職人、学者などが集まりました。都市の建設と拡張、新しい支配者たちは政治や経済の中心として新しい都市を建設し、既存の都市を拡張改良しました。デリーはデリースルターン朝の中心地として大いに発展し、多くの宮殿、モスク、学校、市場が建設されました。文化と芸術の中心、これらの都市は文化や芸術の中心地としても機能しました。ペルシャ語やアラビア語の文学、イスラム建築、音楽や舞踊など多様な文化が融合し、新しい芸術形式が生まれました。宗教的な中心地、イスラム教徒の支配者たちは自らの信仰を示すため、また地域の人々にイスラム教を広めるため、多くのモスクや宗教施設を都市内に建設しました。これにより
都市は宗教的な活動や学問の中心地としても機能しました。経済の発展、都市の発展は地域経済の活性化をもたらしました。市場や商業地区が形成され、農産物や手工業品、貴重な商品などが取引されました。また都市の発展は職人や商人、学者などの専門家が集まる場となり、専門的な技術や知識の伝播を促進しました。イスラム教徒の支配下での都市の発展はインドの経済、文化、社会に大きな影響を与え、現代のインドの都市の基盤を築く要因となりました。このようにイスラム教徒による北インドの支配はインドの歴史や文化に深く刻まれた重要な時期であり、その影響は現代にも続いています。 3. 文化と宗教の交流。インドの歴史におけるイスラム教とヒンドゥー教の接触は単なる2つの宗教の出会い以上の意味を持っています。この接触は言語、芸術、音楽、哲学、そして宗教的実践において多くの独特な交流を生み出しました。ウルドゥー語の誕生。ウルドゥー語はイスラム教徒の征服者や商人がもたらしたペルシャ語と北インドの地域言語との融合から生まれました。この言語は詩や音楽、物語などの文化的表現の中心として発展し、南アジアの多くの地域で話されるようになりました。スーフィズム。スーフィズムはイスラム教の中で生まれた神秘主義的な運動であり、その根本には神との直接的な経験や結びつきを求める深い渇望があります。スーフィズムの起源。スーフィズムは初期のイスラム教徒の間での神との個人的な関係を重視する信仰から発展しました。この運動は公式な宗教的慣行や形式を超えて神との直接的な経験や愛の結びつきを追求するものでした。スーフィの聖者たち。スーフィの聖者や同志たちは修行や瞑想を通じて神との結びつきを深め、その経験や知識を弟子たちに伝えました。彼らはしばしばダルガーと呼ばれる修道院のような場所で共同体を形成し、神への愛や敬を中心とした生活を送りました。インドにおけるスーフィズム。イスラム教徒がインドに進出すると、スーフィズムもまたインドの土壌に根付きました。インド独自の文化や宗教的背景との交流の中で、スーフィズムはさらに独自の形を持つようになりました。ヒンドゥー教との交流。スーフィの聖者たちはヒンドゥー教の聖者や哲学者との対話を重視しました。彼らは宗教やカーストを超えた普遍的な愛や真理を追求することで多くのヒンドゥー教徒との深い絆を築きました。普遍的なメッセージ。スーフィズムは愛と寛容、平和と統一を重視する教えを持っており、これはインドの多様な宗教や文化の中で橋渡しの役割を果たしました。総じてスーフィズムはインドにおいて異なる宗教や文化の間の対話や交流を促進する重要な役割を果たしました。その普遍的なメッセージは今日でも多くの人々に影響を与えています。バクティ運動。バクティ運動は中世インドにおいてヒンドゥル教の中で起こった宗教的なリバイバル運動であり、その中心には神へのバクティ、すなわち愛と献身がありました。バクティ運動の起源。バクティ運動は南インドのタミル地方を起源とし、8世紀から10世紀にかけてのアール・バールやナーやナールといった聖者たちによって始められました。彼らは神への深い愛と献身を歌った詩を数多く残しました。バクティの聖者たち。バクティ運動は次第に北インドにも広がり、多くの聖者や詩人がこの運動に参加しました。ラマナンダ、カビール、ミール・ア・バーイ、スールダースなど多くの聖者たちが神への愛と献身を中心にした教えを広めました。社会的、宗教的背景。バクティ運動は当時のインド社会におけるカースト制度や宗教的な形式主義に対する反応として生まれました。バクティの聖者たちはカーストや性別、社会的地位を問わず、全ての人々が神との直接的な関係を持つことができると説きました。スーフィズムとの交流。バクティ運動とスーフィズムは多くの共通点を持っていました。両者とも愛と献身を中心とした普遍的な信仰を重視し、形式主義や社会的な階層を超えた教えを提唱しました。このため両者の間で多くの対話や交流が行われました。影響と遺産。バクティ運動はインドの宗教や文化に深く影響を与えました。その教えは愛と献身、寛容と平和を重視するものであり、今日のインド社会においてもその影響は色濃く残っています。総じてバクティ運動はインドの宗教的、
文化的背景の中で愛と献身を中心とした普遍的な信仰を提唱する重要な運動でした。その教え、愛さんは現代においても多くの人々に影響を与えています。芸術と建築、イスラム教徒のインド進出とその後の支配はインドの芸術と建築に革命的な変化をもたらしました。イスラムの幾何学的なデザインとヒンドゥー教の象徴的な表現が融合し、新しい芸術的スタイルが生まれました。ムガル建築、ムガル帝国の時代には多くの壮麗な建築物が建設されました。最も有名なのはアグラにあるタージマハルです。白い大理石と精緻な彫刻、象眼細工で知られるこの建築はイスラムの対称性とヒンドゥーの装飾的要素が組み合わさった代表例です。ミニアチュール画、ムガル帝国ではペルシャの影響を受けたミニアチュール画が非常に人気でした。これらの小さな絵画は詳細な描写と鮮やかな色彩で知られ、宮廷の生活や歴史的な出来事を描いています。音楽都市、イスラムとヒンドゥーの音楽的伝統が融合し、新しい音楽形式や楽器が生まれました。特にクワワーリーやガザルといった詩の形式は両者の文化的背景を持つ詩人によって広められました。装飾的要素、イスラムの芸術は偶像崇拝を避けるため幾何学的なデザインやアラビア文字を使用した装飾が特徴です。これに対しヒンドゥー教の芸術は神々や神話の物語を中心にしています。両者の融合によりインドの建築や芸術には幾何学的なデザインと象徴的な表現が共存する独特のスタイルが見られます。総じてイスラム教とヒンドゥー教の交流はインドの芸術と建築に深く影響を与え、多様性と独自性を持った文化的遺産を築き上げました。これらの交流はインドの多様性と共生の精神を象徴しており、異なる背景を持つ人々が共に生きる社会の魅力と可能性を示しています。まとめ、デリー・スルターン朝の時代はインドの歴史の中で特に文化的宗教的な交流が活発に行われた時期であり、その影響は現代にも色濃く残っています。イスラム教徒の征服と統治はインドの伝統的な文化や宗教との間で新しい対話や共鳴を生み出しました。ウルドゥー語の誕生やスーフィズムとバクティ運動の交流は異なる背景を持つ人々が共に生き、互いの信仰や文化を尊重しながら共存することの美しさを示しています。また芸術や建築の分野ではイスラムの幾何学的なデザインとヒンドゥー教の象徴的なモチーフが融合し、独特のスタイルを生み出しました。この時代の最も重要な教訓は、異なる文化や宗教が接触することで新しい価値や視点が生まれ、それが社会全体を豊かにすることができるということです。デリー・スルターン朝の時代はインドの多様性の源泉として、マタイ文化間の対話と共生のモデルとして私たちに多くの示唆を与えています。今回の探究を通じてインドの豊かな歴史や文化について少しでも深く理解できたら嬉しいです。次回も新しい歴史の旅を一緒に楽しみましょう。それではさようなら。